衝撃コラボウェイブイ×リーズ×ナンバーアンダーライン愛夢の共演スペシャルダンスメドレーがヤバすぎる。世界で活躍する3組のダンスウェイブイ×リーズ×ナンバーアンダーライン愛のコラボが神レベル。夢の共演3つの星が織りなす新たな夜明け。 NHK ミュージックエキスポ2024その夜ステージに光が降り注ぐ時、世界で活躍する3つのグループ、ウェイブイ、リーズ、そしてナンバーアンダーライン愛は一つの夢を叶える。それは彼らが織りなす特別なダンスメドレー。スペシャルダンスメドレーという言葉は単なるパフォーマンスの枠を超え新たな物語の始まりを告げる。3つの異なる星はそれぞれの輝きを放ちながら一つの夜空に集い新たな星座を形作る。まるで夜明け前の静寂にかすかな光が差し込み、やがて太陽が昇り世界を照らし出すような、そんな期待感に満ち溢れている。彼らの出会いはまさに奇跡と言えるだろう。韓国、中国、そして日本、異なる国籍、異なる文化、異なる音楽性を持つ3つのグループが一つのステージで共にダンスを奏でる。その奇跡は彼らを支えるファンたちの熱意によって実現した。ツイッターのタイムラインは興奮と期待であふれかえっていた。ハッシュタグ NHK アンダーラインミュージサキポー2024、ハッシュタグウェーブイ×ハッシュタグリーズ×ハッシュタグナンバーアンダーラインアイダンスメドレー。これらのハッシュタグが瞬く間に拡散し、世界中のファンたちの心をつないだ。彼らの言葉には共通の願いが込められている。ダンスメドレーびっくりマークめちゃくちゃ楽しみです。なんて豪華なダンスメドレー、こういうの好き、楽しみです。これらの言葉は単なる期待以上のものを示唆している。それは3つのグループがそれぞれの個性と才能を融合させ新たな化学反応を生み出すという興奮と期待に満ちた予感だ。彼らのダンスはただのパフォーマンスを超えストーリーを語る。それはそれぞれのグループが歩んできた道のり、そして未来への願いを表現した壮大な物語である。ウェイブイは中国で圧倒的な人気を誇るボーイズグループ。彼らはパワフルなパフォーマンスと洗練されたビジュアルで世界中のファンを魅了している。彼らのダンスは力強くダイナミックでまさに嵐のようなエネルギーに満ち溢れている。リーズは韓国でデビューしたばかりのフレッシュなグループ。彼らはパワフルなパフォーマンスと爽やかなビジュアルで次世代の K-POP アイドルとして注目を集めている。彼らのダンスはしなやかで軽快でまるで太陽のように明るいエネルギーに満ち溢れている。そしてナンバーアンダーライン愛は日本から世界へ羽ばたこうとしているグループ。彼らはパワフルなパフォーマンスと個性的な音楽性で日本国内だけでなく海外でも高い評価を得ている。彼らのダンスは繊細で力強く、そしてどこか切なさを感じさせる深みのある表現力にあふれている。異なる個性を持つ3つのグループが一つのステージで出会う。その瞬間、3つの星が夜空に輝きを放つ。それぞれの星は異なる軌道を持ち異なる光を放つ。しかしその光は一つの夜空を照らし新たな星座を形作る。それは3つのグループがそれぞれの個性を尊重し互いに高め合い新たな夢を創造していく、そんな壮大な物語の始まりを告げる。彼らはそれぞれの個性を持ちながらも互いにリスペクトし協力し合い素晴らしいパフォーマンスを作り上げてきた。それはまるで異なる文化、異なる言語、異なる価値観を持つ人々が互いに理解し合い共存していく、そんな未来への希望を表現しているかのようである。彼らのダンスは言葉を超え心をつなぐ。それは国境を超え文化を超え人々の心を一つにする力強いメッセージである。 NHK ミュージックエキスポ2024その夜、3つの星が織りなすダンスメドレーは新たな夜明けを告げる。それは希望に満ちた未来への序章であり、世界にそして未来に新たな光を照らし出す感動的な物語の始まりである。このダンスメドレーは単なるパフォーマンスの枠を超え
新たな夢を創造していく、そんな力強いメッセージを私たちに届けてくれる。さあ、心を躍らせ、期待に胸を膨らませて、彼らのステージを見届けよう。音楽は国境を越えて人々をつなぐ力を持っていますが、その中でも特にダンスは言葉を超えたコミュニケーションの手段として、ファンやアーティスト同士を結びつける特別な力を持っています。2024年の NHK ミュージックエキスポでは、世界で活躍する3つのグループ、ウェーブイ、リーズ、そしてナンバーアンダーラインアイが、特別なダンスメドレーで共演するという夢のような瞬間が実現しました。このコラボレーションは、ファンにとってまさに待ち望んでいた瞬間であり、多くの期待と興奮が SNS 上で爆発しました。記事の中では、こうしたファンの声や反応を通じて、この特別なパフォーマンスがどのように受け止められたのかを探りつつ、ダンスが持つ力やその背後にあるストーリーを深く釣りしていきます。まず、このスペシャルダンスメドレーが発表された時、SNS 上では瞬く間に話題となり、ファンたちの喜びと期待が広がりました。こんな豪華なダンスメドレーを見れる日が来るのか、という声が上がる一方で、商品かっこいい、というように、それぞれのグループのファンが自分たちの推しメンバーの輝きを楽しみにしている様子が伝わってきます。特にナンバーアンダーラインアイのファンにとっては、このメドレーで彼らの他のグループとどうコラボレーションするのか、またその中でどのように自分たちの存在感を示すのかが大きな関心事でした。このダンスメドレーは、ただのパフォーマンスではなく、3つの異なるグループが共にステージに立つことで生まれる化学反応を楽しむ場でもありました。それぞれのグループが持つ個性やスタイルがどのように融合し、そしてどのようにお互いに影響を与え合うのか、そのプロセス自体が観客にとって一つの見どころとなり、期待感を煽る要素となっていました。実際に、この後仲良くなっちゃう3組を見れるのも幸せです、というようなコメントが見られるように、ファンたちはこのコラボレーションが単なる1回限りのパフォーマンス以上のものであることを感じ取っていたのです。また、特に注目すべきは、このメドレーでナンバーアンダーラインアイがセンター位置を担当するという事実でした。これに対してファンは、ナンバーアンダーラインアイがセンター位置にいることが誇らしいという声を上げており、彼らが他のグループと肩を並べることで示した成長と実力を誇りに感じている様子がうかがえます。この瞬間は、彼らのファンにとって一つの達成感を共有する場でもありました。同時に、このような大きなステージでの経験が、ナンバーアンダーラインアイにとって今後の成長にどのような影響を与えるのかという興味深い問いも浮かび上がってきます。さらに、この記事では、このコラボレーションが現代の音楽業界における新しいトレンドや動きとどのように関連しているのかを考察します。特に、国際的なアーティスト同士のコラボレーションが増加している背景には、デジタル時代の進展や、グローバルな音楽市場の拡大が挙げられます。SNS やストリーミングサービスを通じて、世界中のファンが瞬時にアーティストの新しい作品やコラボレーションにアクセスできるようになったことが、こうしたグローバルなコラボレーションがさらに活発化しています。ナンバーアンダーラインアイ、ウェーブイ、リーズの共演も、まさにこの流れの一環として見ることができ、これからの音楽業界のさらなる国際化と融合を象徴するものとなるでしょう。ここで、ダンスが持つ力についても触れておく必要があります。ダンスは、音楽とともに文化を超えたコミュニケーション手段であり、言葉を必要としない分、感情やエネルギーを直接的に伝えることができます。ナンバーアンダーラインアイが他のグループと一緒に踊ることで、彼らのパフォーマンスが単に技術的な面だけでなく、感情やメッセージを伝える力があることを証明しました。このように、ダンスは観客に対して強力なインパクトを与え、記憶に残る瞬間を作り出すのです。そして、このダンスメドレーの背後には、それぞれのグループがこれまでに積み上げてきた努力やストーリーが存在します。例えば、ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちは、デビュー当初から厳しいトレーニングや数々の挑戦を乗り越えてきました。彼らの努力と成長が、このような大舞台で花開いた瞬間を目の当たりにすることで、ファンは彼らと共に歩んできた時間を振り返り、さらに深い感動を覚えるのです。同じように、ウェーブイやリーズもそれぞれ独自のストーリーを持ち、彼らの歩んできた道のりがこのメドレーの一部として輝きを放ちます。このような背景を考えると、
ダンスメドレーは単なるパフォーマンス以上の意味を持っていることがわかります。それはアーティストとファンとの絆を強化するものであり、また新たな感想を獲得するチャンスでもあります。このような特別な瞬間を通じて、アーティストたちは自身の魅力を最大限に発揮し、新しい可能性を模索することができるのです。そしてファンにとっても、推しのアーティストが異なる環境で輝く姿を見ることで、新たな発見や感動が生まれ、より深い愛着を感じるようになるでしょう。このスペシャルダンスメドレーを通じて浮かび上がった新たな問いや視点についても考えてみましょう。例えば、今後このような国際的なコラボレーションがどのように進化していくのか、またその中でナンバー&アライン愛のような日本のグループがどのように位置づけられるのかは、非常に興味深いテーマです。さらにファンとのつながりがますます重要視される現代において、 SNS やデジタルプラットフォームを通じたリアルタイムのフィードバックがアーティストのパフォーマンスや活動にどのような影響を与えるのかも今後注目すべきポイントです。このように NHK ミュージックエキスポ2024のスペシャルダンスメドレーは、音楽やダンスの力、そしてアーティストとファンとの関係について多くのことを教えてくれます。このパフォーマンスを通じて生まれた感動や発見が、これからも続いていくであろう音楽の旅路を一層豊かにすることでしょう。そして読者の皆さんも、この記事を通じて新たな視点や問いを見つけ、自身の音楽体験をさらに深めていただければ幸いです。